Alright, we're all cashed out. 来たか。早いな、会長さん。星野くんが資料をまとめてくれたってよ。例の橋木の事件。あの、昨日真冬が襲われたんですって。教令会に。ああ。もう真冬と話した。ええ。でも、ちょっと嬉しそうでした。八神さんが助けてくれたって。八神さん、源田先生今日も来ないのか。いえ、昼過ぎには来るそうです。声はまだ元気ない感じでしたけど。そっか。それより昨夜頼まれた件です。橋木って人の事件調べときました。俺にも聞かせてくれよ。先端創薬開発センターの元副所長橋木徹さん、半年前に殺害された当時51歳、深夜神室町の路地裏で倒れているところを発見されました。誰かに殴られたようで、すでに意識はなく、その3週間後に病院で亡くなっています。3週間も？ええ、その間ずっと昏睡状態だったみたいで。誰か事件の目撃者は？犯行そのものを見た人はいなかったようです。ただ事件の直前、橋木が酔って声を荒げてた姿は大勢に目撃されてます。相手は黒いレインコートの男。黒いレインコート？ええ、でもその続報はなしです。多分警察でもそいつを見つけられなかったんじゃないですかね。とまあ、ネットに落ちてた情報はこんなところでした。事件の大枠だけですね。いや、とりあえずは十分だ。梶平会長は橋木が計画的に殺されたと。ん？ああ、そう言ってた。でも本当に単なる喧嘩だったのかも。ええ、実は僕もそう思いました。もし犯人の目的が橋木を殺すことなら、なぜその場でとどめを刺さなかったのかなって。つまりただの雪吊りの喧嘩だったから、橋木は即死じゃなかった。いや、俺は逆だと思うがな。え？犯人はプロで、しかも凄腕だ。なんでそう思うんだ？ええ、どうしてです？なんでって、結果だけ見りゃこの犯人は人一人静かに殺してのけたわけだろ。もし殴ったその日に橋木が死んでたら、警察も殺しとして動く。だがよ、気失ってただけじゃ、よくある酔っ払いの喧嘩でしかねえ。そんなもん、神室町じゃ腐るほどあんだろ。確かに、事件から亡くなるまで間が空いたせいですかね。橋木が死んだことは全然ニュースになってません。一応日本の科学界では名のある人だったのに。じゃあこの犯人は橋木が致命傷か見極めて、すぐには死なないように加減した。そんなことできるんですか？だから犯人は凄腕なんだって。こいつは相当暴力を分かってるやつだぜ。だろ？まあ一理あるのは認めるよ。けどそう決めつけるにはまだ材料が足りない。まあな。材料というと？橋木殺しの捜査資料とか詳しい死因なんかも知りたい。となると、ここはまた綾部刑事の出番じゃないか。ああ、俺もそう思って、実は昨夜電話してみたんだがよ。なんだよ。今は例の黒岩に締め付けられて動けねえだと。しょうがねえな。だから代理の人間が話を聞いてくれるそうだ。例のカジノラマンでな。お前も行くだろ？ああ、もちろん。More info. See, almost every time you walk outside the door on a story, during story time, it's always time to fight. Or something else always happens afterwards. Ah,
金組のもんだぞ。なんでだろうね。ずいぶん殺気が向けられてるような。お？お前もそういうのが分かるようになったか。もしかして俺ら強霊界とつるんでるように見られてるんじゃ。何にしても言い訳は聞いちゃくれねえようだ。 New family, who this?Found the fishing hole. We're down. Yes. A better perk than just flashing what key I need.It would be to permanently unlock the doors, or just have it like automatically unlock the door if I have the key. さあね、向こうから声かけてくるんじゃねえか。そんじゃまあ、探してみようかね。いらっしゃいませ。Thanks for all the free drinks. 気に入った。さ、行くか。ありがとうございました。Did I misunderstand what I was supposed to do there? There we go. もしかして俺のこと呼んだ？座って隣。早く。前にどこかで冗談はやめてくれる？冗談っていいから。それより場所はここでいいの？それとももっと人目につかないとこ行く？いや、まずは落ち着きなよ。無理、とにかく早くしてほしいの。おっと、参ったな。は？ノリが良くて情熱的なタイプね。そんなに嫌いじゃないよ。でも一応俺もこう見えて慎重っていうか、初対面の女性とは。八神くん、本当に私がわからないの？ん？誰？なんでお前、真冬？ノリが良くて情熱的な女じゃございません。申し訳ないですね。いや、っていうかなんでここに？綾部刑事の代理。お前が？え？綾部とはどういう？今朝彼から急に連絡があったの。自分の代わりに八神君に協力してほしいって。捜査資料、創薬センターの橋木が殺された事件のね。必要なんでしょ？検察から持ち出してきたのか。やばいだろ。だからちゃんと変装したし、ここでなら大丈夫なんでしょ？ドキドキしてるけど。無理すんなって。いいの、昨日助けてもらったお礼だから。それともう一つ、泉田健二の件だけど。ん？やっぱり新谷先生のことで八神君を逮捕する気みたい。そっちも早く何とかした方がいいよ。分かってる。ありがとうな。じゃあね。
誰だ今の姉ちゃん。I know a lot of ladies. 綾部の代理だよ。なんだよこれ。これ、捜査資料か？橋木が殺された時の。真冬が検察から持ち出してきてくれたんだ。真冬ちゃん？じゃあさっき、お前といた姉ちゃんが？俺も最初気づかなくて怒られたよ。よ、お前も見てみろよ。どういうふうに聞いてますか？これ、橋木の経歴か。さすがの高学歴って感じだな。創薬センターの副社長になったのが4年前。ってことは、お前が大久保の弁護をしてた時には、もう橋木もセンターにいたんだな。木戸と各研究に予算を割り振ってもいたらしい。となると、橋木もセンターじゃ結構な権力者だったはずだ。That's why I sweet-talked him. こっちは現場の資料地図だぜ。ここが橋木の倒れていた場所だ。その1時間くらい前には近くのキャバで飲んでたらしい。で、これがそのキャバだ。店の名前はクイーンルージュ。あっこは結構高いのに羽振りがいいね。橋木は一人でクイーンルージュに来てたのか。いや、もう一人同僚といたみてえだな。ん？例のショーノってやつとだ。じゃあ橋木は創薬センターからわざわざカムロ町まで来てショーノと飲んでたのか。そこで何を話してた？さあな。店を出た後、ショーノの方は橋木と別れて一人でタクシーに乗った。で、創薬センターに戻って木戸と話してる。タクシー会社の記録で裏も取れてるみたいだ。つまりショーノにはアリバイがあるってことか。あと、木戸もそうだな。ああ、橋木の方はタクシー乗り場でレインコートの男と言い合いになって、その後、路地裏で倒れているのが見つかった。死んだのはその3週間後だ。ひどいな。死因は殴打による脳挫傷と。殴られたのは14、5発。手袋越しに殴られたとみられ、指紋は検出できず。これでやっと事件の大枠が分かったってとこか。で、次はどう動く？現場の場所が分かったんだ。橋木が倒れていた場所を見に行く。クイーンルージュって店もその近くだ。フィールドトリップ。Well, that all worked out nicely. Don't do it, don't do it, don't do it. Yes, we didn't accidentally almost walk in the koi pond this time. That's personal growth. I know where this is, yeah.
ったく、時間食っちゃったよ。行くぞ。カイトさん、悪いけど、ハシキの役頼める？ああ、この辺だったな。こうか？さすが。死体役のオファー来るよ。ふざけんな。半年前、平日の夜11時過ぎ、店で一緒に飲んでいたショーのタクシーに乗せて別れた直後、ハシキはレインコートの男と口論し、その後ここで倒れている姿が発見された。ショーノがタクシーに乗ったのは昭和通りだ。そこから喧嘩するためにわざわざ場所変えたわけか。ここの人気がない感じ、犯人は初めからハシキを殺す場所としてここを選んだ。そこまで言い切れるか？まあ刑事の勘ってやつ。誰が刑事だよ。ここはもういいだろう、タボ。事件から半年だ。何か証拠が残ってるわけでもねえ。ああ、そうだな。I think this used to be a different bar in one of the other games. Because our boy Kiryu had to hang out here quite a bunch of times to meet all the ladies. It's like Diamonds or Shine or one of them. まだ開店前か。誰かいりゃいいけどな。すいません。誰かいます？どちら様で？まだ開店前です。それにうちは完全会員制でして。ああ、先端創薬センターの橋木さんいるでしょ。あの人からの紹介なんだけど。橋木さん？さあね。それに紹介ならご本人から直接していただかないと。Don't let him play dumb, man. 橋木さんが死んだのは知ってますよね。半年前この店を出た後殴り殺された橋木さんです。あんたら誰だ？警察じゃないでしょう。神室町の探偵だよ。八神探偵事務所。事件があった夜のことを聞かせろ。何なんだてめえ。そんな前のこと覚えてねえよ。いや別にあなたの話じゃなくてもいいんです。この店テーブルに女の子がつきますよね。できたら橋木さんのとこについてたことを話したいんだけど。さっさと帰れって。うちがあんたらに協力する義理なんてねえよ。ちゃんと誰かの紹介受けてメンバーになったら話くらい聞いてやってもいい。ただ一応言っとくと、うちのお代は少々お高いんでね。そんなちんたらやってらんないんだよ。なら帰んな。 No time wasted。 よう、この店今女の子募集中なんだ。 We know a girl. We know a couple girls. じゃあこの子なんてどうだ？即採用だろ。へえ、まあそうだね。悪くはないね。悪くはない？この女の子で？ずいぶんハードル高いな。あのさ、うちは女の子の質が売りなの。そういう子はがっぽり稼げる。ただし質のいい子ってのは可愛いだけじゃないよ。それ以外の個性や魅力が大事なわけ。どういうつもりだ、海藤さん。あんた真冬に怒られるぞ。That's what makes it funny. 橋木とショーノが何話してたか探るためだって。キャバ嬢として潜入できりゃぼっちりじゃねえか。バカ言ってんじゃないよ。そんなの頼めるわけないだろ。じゃあこっちの子は？